俊平、相談がある。何？今住んでる物件が2ヶ月後に更新月になるんだけどさ。どうせしようか。え、いいの？うん、付き合って半年経ったし、彼女との将来考えてるからさ。ありがとう、また詳しい話は今度でいい。うん、住みたい物件とかも結構吟味したいタイプだしな、俺。うん、なるべくいいところにしたいね。そうだな。翌日、俊平と同棲することになった。え、おめでとう。もしかしてすぐに結婚する？ありえるかも。いつから同棲するの？2ヶ月後から。ご両親への挨拶は？それはまだ。だから年はまたかかも。なるほど。でも焦る必要とか全くないもんね。そうそう、ひとまず同棲してみる。お互い仕事してるもんね。そう、家事分担とか決め事いっぱい。でもいいなぁ、同棲。愛は今の彼氏とは？向こうに結婚願望ないからね。なるほど。まあ私にあるかって言われたら微妙なところだけどね。愛も仕事忙しいもんね。そうそう、今は仕事も恋人。すごい。2ヶ月後、俊平、お仕事お疲れ様。今日からやっと同棲始まるね。ああ、いろいろバタバタしたけど、いい物件にも巡り合えたし、何よりワクワク止まらないわ。私も。もしかしてもう家ついてる？うん、さっきスーパーで買い物して今は料理して待ってる。マジで嬉しい。ちなみに何作ってる？俊平の好きなハンバーグだよ。最高です。気をつけて帰ってきてね。ダッシュで帰るわ。数日後。あれ、カナ、もしかして残業でもしてるのか？何時頃に帰宅するんだ？ごめん、昨日も口頭で伝えたけど、今日はお仕事お休みで、今はサッカーの応援に来てる。そろそろ試合終わるからもうすぐ帰宅する。あれか、地元のサッカー団か。そうそう。そうそうじゃないよ。え？同棲したんだからさ、そういうの分かって発言してる？ダメなの？ダメなんて言ってない。ただ優先度ってものがあるだろ。これじゃあ何のために同棲したかまるで分からないよ。ごめん、でも観戦は私の趣味だし、それくらいは許してほしいな。もういい、早く帰ってこい。はい。翌日、同棲って難しいね。どうしたの？早くもトラブル？トラブルっていうか、今まで通り生活してたらダメなんだなって。どういうこと？私さ、サッカー観戦好きじゃん。うん、昨日それに行ってたら怒られた。え、行っただけで？うん、帰った時間も0時回ってないよ。ちゃんと終電で帰る予定なのに、部屋入った瞬間部屋で泣いてた。泣いてた？うん。なんで泣いてるの？わかんない。そんなにめめしい人だった？うん、むしろ男らしいと思ってたくらい。だよね。サッカーやってるのが男性だから、その間俺はそいつらに負けてるって、昨日泣きながら説明された。ねえ、でもそれは前からじゃない？そうなの。でもなんか同棲したから余計それを強く思うんだって。意味不明だね。今後はやめてほしいって言われたけど、さすがにそれは無理だよって言った。選手に嫉妬するって、もはや意味わからないもんね。そうそう。同棲始まってまだ1週間経ってないけど、だいぶ雲行きが怪しくなってきた。1ヶ月後。家にいないと思ったらまた今日もサッカーかよ。他人の玉蹴り見て一体何が楽しいかわからないわ。マジで同棲した意味ないじゃん。ご飯も用意するって言ってたけど、作り置きじゃ冷たいしいらないわ。今マクドナルド買ってきたけど、普通にこっちの方が美味しいわ。なんでそんな嫌味しか言えないの？俺を不満にさせてるのはそっちだよ。一週間に一回くらいいいじゃん。残りの6日は家にいるんだし、これくらい許してよ。じゃあ俺がよそで女作ってもいいのか？ダメに決まってんじゃん。じゃあそっちもダメじゃん。サッカーと浮気が一緒なわけない。それにご飯が冷たいならそれ温めて食べてよ。作りたてじゃないとダメだ。ちゃんとしてくれよ。私だって平日は働いてるし、土日はちゃんと家のこともしてる。俊平の役割分担の掃除と洗濯だけど、最初の1週間以外は私がしてるよ。私に文句言うなら自分の仕事を全うしてからにしてよ。俺の方が仕事忙しいし、稼ぎだっていいことはわかるよな。その俺に家事やらせるって相当おかしなこと言ってるぞ。同棲してる友達に相談したけど、全員俺の言ってること正しいなってなってる。それは私が仕事してない場合でしょ。確かに稼ぎはそっちの方が多いかもしれない。でも私だって働いてるんだし、家賃だってちょうど半々じゃん。それなのに稼ぎのアピールされても意味わかんないよ。
使用してるスペースが同じなんだから半分の料金払うのは当たり前だろ。なんで俺が余計に払わなきゃいけない？そっちがマウント取ってくるからでしょ。って、こんな言われてるのにまだ帰ってこないのかよ。ほんと呆れるわ。10分後。あーもうマジでイライラする。また順平さん。電話できる？できるよ。ありがとう。もう家着くから切るね。話聞いただけでもやばいね。モラハラ気質ある気がする。ねえ、詳しくはまた話す。ありがとう。一ヶ月後。ちょっと、俊平！ユニフォーム破ったの俊平？ああ、そうだよ。これでもう観戦いけないだろ。何度口で言っても無理だから、行動に移させてもらったよ。もういい、帰らない。は？このユニフォームはね、選手全員からサインしてもらったやつなの。だからなんだよ。それがあるからいけないんだろ。結婚に向かって歩んでるのに、それを邪魔する者は排除するだろ。結婚？ありえないわ。もう別れよ。本気で言ってんのか？うん。なんでそうなるんだよ。当たり前だよね。分担した家事もしない。私の趣味は一切許さない。おまけにユニフォーム破壊。こんな奴の嫁になるなんて絶対嫌。そういう冗談はいいから、早く帰ってこい。一旦冷静になって話し合おう。一分後。ごめん、アイ。今夜家に泊めさせてほしい。ね、どうしたの？もうあいつとは無理。わかった。話は後で聞く。あと何分くらいで来る？ありがとう。あと30分くらいかな。ご飯は食べた？ううん、まだ。よし、一緒に食べよう。うん。カナとお酒飲むの久しぶり。そうだね。全然飲めなかったもんね。今日は飲み明かそう。翌日。帰ってこないってどういうことだよ。昨日は一体どこにいたんだよ。今日は帰ってこいよ。しっかり反省したんだろうな。12時間後。二日連続ってどういうことだよ。一体どこにいるんだよ。翌日。おい、いい加減にしろや。俺ら同棲してんだぞ。なんで帰ってこないんだよ。まさか男か。男がいるんだろ。黙ってないで返信しろや。明日来なかったら会社行くぞ。翌日。ごめんなさい、反省してる。ユニフォーム破壊はやりすぎた。大切にしてるって知っててやった。本当にごめんなさい。でもカナもカナだよね。俺にこんなことさせたんだから。だからお互い謝ることにしない？もう3日も会ってない。こんな寂しいことないよ。今日上司に叱られまくった。仕事に身が入ってないって。そりゃそうだよね。こんな状態で仕事なんかできないよね。お願いします。俺とやり直してください。早く帰ってきてください。そして返信してきてください。カナの彼氏より、カナの未来の旦那より。翌日。家に帰ってきてたんだね。でも会わなかったね。荷物取りに来ただけなんだね。どうして俺を避けるの？話し合いの場が必要だね。会えないなら会いに行くしかないね。大好きだよカナ。もう一度やり直そうね。翌日。会社に来られても困ります。だって会えないじゃないか。どうすればよかったんだよ。それもそうね。じゃあもう別れよ。やり直す意思はないから。いやだ。まだ荷物残ってるだろうけど、これは何人か友達連れて行きます。待ってくれよ。ここの家賃はどうするんだよ。俺一人で払えないぞ。1ヶ月猶予は与えます。わかった。その1ヶ月で振り向いてもらえるように俺も頑張って努力する。絶対に振り向かせてみせる。話聞いてた？え？別れるのは別れるの。やり直す意思はないの。じゃあ1ヶ月ってなんだよ。他の家探してってこと。明日住む物件探せって言われても無理だよね。だからその猶予、決してやり直すとかそんなことじゃない。何度も言うね。無理だから。あんたとは一生住まないから。いやだ、絶対絶対諦めない。猶予は1ヶ月。それ以降は私は家賃払わないから。もし住み続けるなら自分で払ってね。1ヶ月後。さっき解約してきた。ありがとう、お疲れ様。本当に寂しいです。今でも元気ないです。カナ以外の女性はいません。一旦同棲は解消したし、振られた事実も受け入れる。でも絶対振り向かせてみせるから。だからまた定期的に会ってほしい。異性では一番仲良くいたいからね。いいでしょ。キモいから LINE してくんな。え？後日談。
こんばんは、カナです。この後あらゆる手段を使って俊平を私に会ってこようとしました。しかし共通の友人たちにはこの事情を把握してもらっていたので、居場所を教える人はいませんでした。それどころか暴走のおかげで、ほぼ全ての友達を失ったようです。今結婚を考えている方、まずは同棲してみることをお勧めいたします。今まで見えてこなかったいい景色も悪い景色も見えてきますよ。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回のエピソードはマリアンヌさんからいただきました。マリアンヌさんありがとうございました。同棲した瞬間に人が変わったようになったそうなんです。罪すべてを全否定されたんですね。はい、実際今回のストーリーには入りませんでしたが、もっとやばいことも。それ言われると気になります。いわゆる性にまつわる話ですね。なるほど。このチャンネルでは引き続きエピソードを募集します。こんな嫌なことあったという小話でも構いません。概要欄にある Twitter や Instagram の DM で依頼お待ちしています。作者の橋本から採用の連絡があれば、1週間程度で完成いたします。皆さんのご応募お待ちしてます。